ではねアーティゾン美術館行きますよ。コレクション展 <laughs>、ねで。これはね、僕ね、長いよ。これ語らせたら長いのよ、僕は。ね。で、これはね、うざ,うざいかもしれないですけどね、うざくないか、ねあの。好きなんです。でね、なんでね、僕ね、ブリヂストン美術館についてこんなに話したいかっていうとね、あのね、あの僕、あのー、大,学大学の学部生の時に、 あ、なめす。あ、覚えや。これまたいいや。後からまた話そう。えっとね、えっと、コメントも見るようにしとこうかな。コメント見るようにしときますね。ごめんなさい。あで、えっとね、なんだっけな。えっとね、ブリジストン美術館。で、ブリジストン美術館ね、えっと、僕ね、学部生の時にあの美術史の授業ってほとんどなかったんですよ。僕、SFC っていうところに行ってたので、だから僕でじ、実は学校で美術史のまともにの、 美術史っていうものをまともになんていうか大学で勉強したことないんですね僕。でなんだけどあのそので一つだけまあ授業あったんですよ美術,美術の授業僕一 <laughs> つだけ <laughs> モダニズム美術史っていうのでこれ林高之さんね今芸大にいると思うんだけど芸大の、えっと、先生してると思うんですけど林高之さんがまあやっててでその授業はもちろん受けたけどえっとあでもねあとねあの佐々木さん来てたな佐々木敦さんね。 はまあ、アニメ、えっと、サブカルチャーをみたいなのやってましたけどまあい,いやでえっとまあ、えっと、そのモデル美術しかとなかったからあの三田にも行ってたんですね三田三田キャンパスにも行っててでそこで前田藤夫さんのですね授業を受けた,ったんですよもう体感されましたけどねであので前田さんがですねあの一番まあねいろいろ教えてくれたけどね あの一番いい美術館はねブリヂストン美術館だって言ったんですよ。で僕なんかその田舎っぺだしね岡山から出てきたやつでねえっと思うわけ西洋美術館じゃないのって思うわけですよ。ねでブリヂストン美術館だって言うからね。でしかもなんか展覧会にはねあの1回行くだけじゃダメだって言うんですよ。1, あの1回行ってで、あのー、カタログを買ってそれを熟読してでもう1回行けっていう それは僕、ね、実践したんですよ僕 <laughs> 実践してたわけ若い時はね。でだからね僕ねあのー、本当にそうだと西洋美術館の方があの大きな作品とかはありますよ。私僕は西洋美術館もすごく好きな美術館だけど松方コレクションねを中心とした美術館で、まあ、すごくあの年代も結構広いですしね。なんですけど。 あのね、作品、近代美術のね。ごめんね。特に近代美術のね、作品の質から言ったら、確かにブリジストンだと思う。で、ブリジストンはトップです。そしてですね、僕がですね、おすすめしたいのは、西洋美術館よりもおすすめしたいのはなぜかと言いますと、いいですかあのね、西洋美術館はですね、有料ですよ、全員。でもね、ブリジストン美術館は高校生まで無料ですよ。あ、違うね、大学生までだっけ もしかしたら大学生かもしれない。ちょっと待って。今調べるわ。いや、なんかすごいんですよ、これ。とにかく。でね、ブリヂストン美術館にね、なんか学生だった気がしてきたな、俺。違ったかなこれちょっとみちょっと待ってくださいね。チケット購入。あ、学生無料ですよ。学生無料。だから、 大学生、うんはい、大学生無料ですよこれねもう最高じゃないですか僕,僕の時有料だったと思うんだよなうらやましいわだから美術あのね通ってくださいブリジトン美術館に遠くてもいいんです僕なんか SFC から通ってたんですよ藤沢ですよ <laughs> まあ自分のこと言ってもしょうがないけどね ブリヂストン美術館に通いましょう、皆さん。ね。これがね、一番早いですよ。えー、ぜひ通い、行ってください。と,ということで、ブリヂストン美術館はね、僕はね、言いたいんですね。はい。質が高いし、大学生まで無料。西洋美術館は有料ですよ。おかしいと思いませんか、これ、皆さん。おかしいですよね。僕は本当ね、これはね、もう、これを大にして言いたいね。ね。だからまあ、ブリヂストンに、マジ、マジで本当にみんなで感謝しましょう。 ね、みんなで行こうブリヂストン美術館って感じですね、はい、では行きましょうほいえー、っとですね、えー、まずですねはいいきなり来ましたよこれセザンヌですよねいきなりセザンヌですよサント・ビクトワールねーこれもねそんなに大きい作品じゃないですけどいいまあまあセザンヌってそうだよなえー、っといい作品ですよこれこれどうなってるんでしょうかこれ何年 1904年いやーやっぱねセザンヌ近代絵画の父ですよ父にしてねもうどこまで完成させるねんって感じですねさっきの風景の話ありますね距離の話もろに出てますね距離の距離そのものじゃないですかこれどうですかこのね手前のねあの緑ありますね えと左下からこう斜めにこう切られてるね。こういうふうにこう切られてますよね。あ、ここ,こ手が逆になるな、俺。こう、こうか。<laughs> えっと、ミラーになっちゃってるので逆になってますけど、切られてますよね。で、えっ、ー、と、今度は逆の方に、上ね。上の方にこう緑が出ますよね。だからこれどうなってるんでしょうね。この上の緑なんでしょうね。わかんないけどね。まあこれイメージしてもしょうがないんだけど、まあまあ、あの、ちょっとイメージしてみようか。雲か それともこれはあれか木と木の間から見てるのかどうでしょうね。うん、でこれね、あのー、あれで書いてますね。ナイフで書いてますね、これね。ナイフでこうクククッと書いてると思うんだけど。うん,うん、うん。でもやっぱね、サント・ビクトワールってこういうもんだよね。でも、だからね、風景、だから僕がね、さっきね、クールで重要だと思うって言ってたでしょ。それってセザンヌ考えてるのかもしれない、僕は。 セザンヌのその風景っていうものを、て,てかサントビクトワルね。ものすげえ距離あるじゃん、サントビクトワル。だからめっちゃ遠くから見てますから、これ。すっげえ遠いでしょ。じゃないと前景見えないからね。で、そういうものとクールビのがどういうふうにつながってるのかっていうのを考えてるのかもしれないな。うん。でもまあ、こう、これですよ。ねえ、どうですか。 まあ我々はね、このね、100年経っても百100年以上ただたら120年ですか。経ってますけど、どうですかね。これを超えてないですね。まあいいや。いい超える必要ないんだけど、別に。でね、僕ね、本当に日本の近代絵画ってめっちゃすげえと思うんですよ。僕はね、やっぱね、なんでね、ブリヂストン美術館が好きかっていうと、青木しげるがいっぱいあるから。これも一言です。 えー、海の幸。ね。皆さん知ってますね。全員,し全員知ってるわけはないか <laughs>。えーっと、何ですかうーん。教科書に載ってましたよね。た、確か。載ってませんでしたっけ載ってますよね。えーっとね、これね、すごいですよ。すげえ。これね、20代ですよ。だから青木しげるって何歳まで生きたっけちょっと。 青木茂ってね、何歳まで生きてるの ?1882 年生まれで、1911年でしょでもこうやって見たらほとんどセザンヌと一緒なんだよ。で、セザンヌがああてサントビクトワール書いてる時と同じ時に書いてんだよね。だから、えー、っと、二に、ん ?29? え ?29 か。合ってる十九です。29で死んでるんですね。28か。いやー。 あ、これ未完成なんだ。未完成って言ってるけど。いや、でもこれは完成してるでしょ。なんか、今僕、ウィキペディア見てたら未完成の作品って書いてあったけど、全然未完成だと思わないな、これ、俺。すっげえよな。あの、なんて言うんでしょうね、このね、あのね、に、ちゃん、あのね、まあ、変な言い方だけど、日本人が書けてるよね。 <laughs> ちょっとょあんまり良くない言い方だなでもうん人間がかけてるんだよなでも,も本当にね新しいことでしてるしねこのね細かいのあるかなこう細かいの見てみましょうかまあ線が残ってるわけですよねこ,このグリッドが残ってるから未完成だとは僕は全然思わないしねもちろんそれはセザンヌ的に見てね だから、こうやって見れるのがいいところでしょブリジストンって。セザンヌから青木しげるは直通してるじゃん。それがすごいよね。それがいいところなんですよ。あの、だから、まあ、あの、いわゆる、こう、字を残したのはセザンヌって言われてるでしょ字。字の、キャンパスの字ね。で、これ字残ってるけど、これ全然問題ないわけですよね。それが問題だと感じないですから。で、あの、未完成だとは全然思わないですよね。まあ、未完だったのかもしれないけどね。で、 こんなでかい魚取れるのかなよくわかんないけど、サメこれ、ね。で、このつながりを槍でこうね、槍でこうつないでいくわけですよね。構造を槍でつな、作っていくわけですよね。で、つながりの中でね、こうやって能面みたいに顔が真っ白なやつがいるわけよね。俺、あれでいいと思う、あれでいいと思うね。能だよね、あの顔は。能、うん、の基本はこ,ここにあるんだよな。で、 まあやっぱり青木しげるといえばこの赤ですよね赤「シュ」赤じゃないんだよね「シュ」なんだよね「シュ」この「シュ」によって輪郭を取っていくすごいねちょっとねこれあまりにもすごいんだよなうんこれリアリズムでもなまあリアリ本当のリアリズムってでもこういうものですよね まあい,いや俺これ好きすぎんだよな。で、あ、これもでもこうやって見ると直通してるよね。あの、これ、えっ、ー、と、ピカソですけどね。で、これ、あの、あれですよね。要するに演劇の人ですね。で、えっ、ー、と、えっ、ー、と、演劇の人っていうのもおかしいね。アルルカンだろうね、きっと。で、あの、ここにですね、消した跡が残ってるなんていう話が、まあ、あのよく言われる、書かれたり、多分、キャプションに書かれたりしてると思うけど、でも、これは、 別にピカソがね、消して、消ちょっと消すのに失敗したっていう、なんか消しゴムが足りなかったみたいな、そういうわけじゃないですよね。明らかに残してるよね。ね。これは彼がさ、見つめてるところにさ、ね。ここに、横に人がいるとも思えるし、まあ、ここに見つめ合ってるのか,かもしれないけどね。そういう構図になってるわけですよね、これ。うん。でね、僕ね、 ピカソっってややぱねダメなやつだと思うんですよであ僕ピカソすごい好きなピカソってやっぱりすごい女遊びも激しい人だったし女遊びっていうかまあまあ女遊びって言ったら失礼かどうなのかなでもまあいいかまああのそういう人だったしまあいろんなこう政治的に非常にマッチョな人だったとは思うんですねだとは思うんですけどでも彼はねそうであるがゆえにねあの やっぱりその終焉にいる人たちの姿が描けた人なんですよね。僕はそれについてはね結構考えるべきだなっていうことは最近思ってますね。うん,うんこの憂いっていうかねまあすごいですよね。まあ僕はね小さい頃にピカソを真似したりしてたんですけどねこれブランクーシですね。彫刻もねあのまあこれは大きい彫刻じゃないですけどね。 ああそうまあ、大きい作品はあんまりないですよね。展示してないだけなのかな。まあ多分ないんだと思うんですけど。ねブランクーもね。これね、また見てくださいよ、これ。ブランクーの向こうにピカソが見えるみたいな。こんな美術館ありますかって感じですよね。うん。ほんといいです。あ,あ、そうそう。これはね、多分新収蔵作品ですね。新しい。柳原作さんの作品、と肖像。 でえー、もちろんこれはジャコメッティですね,ね。ジャコメッティの絵っていいですね。めっちゃいいですね。彫刻がね、まあ後から彫刻出てきますけど、柳原さんはね、ジャコメッティともうマブタチだったわけですから、えー、柳原伊作ね。で、このね、キャンバスオンキャンバスみたいな描き方にしてて、うーん、これ。 すごいなぁ、すごいなぁしか言ってねえなぁ、俺なもうなあ,あジャン・フォートリエ。うん、フォートリエねの、いい作品ですよね、これね。あの、こう、引っかいてるやつね、うん。はい、これね、ピカソのね、一番、まあ、なんていうかな、油が乗り切ってる時の作品ですよね。あのー、まあ、ロザリンド・クラウスな、ロザリンド・クラウスがあのパラパラ漫画みたいって言ったあの時の作品で、ね、ずっと同じ作品、同じ構図っていうか、ほぼ同じような作品を描き続けてる時の作品ですよね。 動画みたいにパラパラ漫画みたいにずっと書き続けてたのね。ねえ、こう同じようなコースたくさんあるんですけどね。う,ーんうまーいまあうまい。うん白髪さんですね。これも新しいんだったかな 白髪さんね白さんもあの今あれですよ具体ではもう一番あの海外では有名ですからねこれでもすっげーでかいな今考えてみるとだからこれどうやって描いてるのかなあまあ足のはずだけどそれにしてもなんかこんなにでかくないですもんね一つの足ってなんかこれすっごい上手に描けてるなこれすっげーいい作品ですねこれこ,こうやって見て今は気づきましたけどものすごくきれいに描けてますねこれ。 構図がめっちゃいいですねこれまああのでもこれ今気づいたけど俺これブラッシュストロークにしか見えなくなってきたなこの大きさで見るとうん <laughs> こういいまあまあまあそういうことですね、うん、こ厚塗りで豪華だしねやっぱりねいい作品なんですよね ねえこれもあるんですよじゃああのポロックのね、これナンバー2。ね、ドリッピングのね、時の、えー、1951年ですから、一番いい作品、時の作品、日本にあるんですから、言いましょうよ、ポロック。ね、でこれはあのー えっと、まあ、一番有名な、そのドリッピングだけ、ドリッピングだけがある作品じゃなくて、どっちかというと、これ、あの、ドリッピングが透けて見えてるっていう作品ですね。2層になってるっていう。レイヤーになってるって言ってもいいのかな。まあ、もっと層はあるって言ってもいいけどね。あの、向こうに透けて見えてるような作品ですよね。うん、かっこいいですよね。まあまあこれ、ポロックがどうやって描いてたかっていうのがよくわかると思います。僕ね、ポロックは遅いっていうことが重要だと思ってるんです遅い。動きが遅いんです。ポロックでバンバンとパッ、パン みたいな感じで書いてるイメージじゃないですか。ピャッピャッ,ッ,ッみたいな。全然違うんですよ。あの人、超トロいんです。ずーっともう,こう、ゆっくりね、こう、本当にね、ドリップしてるだけなんですよ。ドリッピングってのはコーヒーのドリッピングってあるんですよ。あれ、ちょっとずつドリッピングするじゃん。あんな感じ。あんな感じですよ。その遅さが僕、重要だと思うんだよな。実はな。うん、まあ、その他にもあるけどね。これ、ロスコです。紙かな。まあ、これは紙です。 あ、違うか。これキャンバスだ。キャンバスだ。失礼しました。ごめんなさい。デクーニング。ね。もうどんどんありますよね。これも新修造ですね。えー、これ田中敦子さんですね。田中敦子さんもすっごいもう大人気ですよね。海外で。はい、まあまあ、こういう感じでいろいろありますよということですね。山口長男。とかね。まあ、いっぱいありますな。 でね僕これもね言いたいんですよ藤島武二ね。で藤島武二っていうとまあなんていうかな本当にまに権力者っていうかねあのー、の人でしょおせ、えー、戦後の日本の芸大のてか東京美術学校のお本当に洋画っていうものを作った人の一人ですよね。だけどねだからねみんなこうなんていうかな単なるパクリって思うかもしれないけどこれめっちゃうまいですよ。これはうまいよ。 で、この白でしょと黒を使ってるじゃん。で、真っ白と真っ黒。でね、俺これね、パクる、パクるっていうか、その海外から輸入したにしてもね、まあ、うまいよ。それにしてもうまい。だからやっぱ俺は相当すごいと思いますよ。この頃の人たち。うん。なんでこんなことができたのかわかんないけど、でも確かに、だからやっぱこれ芸大の源流なのかも芸大の源流ですよね。芸大の人うまいもんね、みんな。 で僕はね、この藤沢武二が悪いとは全然思わないね。めちゃくちゃいい作品じゃないですか、これ。ねただ、あれでしょ僕が思うに、これがね、彼らが評価されないとしたらよ。それは日本人が書いたからでしょ日本人が西洋の人間を書いても評価されないんですよ。海外では。そういうことを認めていくっていうことが僕は必要だと思う。藤沢武二の ヨガの作り方を失敗したととかそういういことじゃなくて僕は思ってるのはそういうこと。やっぱこれの良さっていうものを、やっぱり僕は西洋にね、もう一度ね、あの、なんか違った形で、かもしれないけどね、見てほしいな、と僕は思ってます。美術ってそういうものなんじゃないですかと西洋人に問いかけたい。ね、そういう気持ちで僕はね、見てるんですね。モネですね。ベネチアですね。 これはね、ベネチア。あれこれ。ね。あのね、モネもいい、モネいいですよ。<laughs> モネいいですよとかねあの、結構ベタなことをみんな言っていくべき、モネっていいんだから。うん、よくない作品もあるよ、もちろん。で、う、は、ん、ピカソとかもダサくだらけですからね。はい、あら、またアポールセザンド。どうかね。 ドガの焦燥ね。江戸川ドガ。まあ、でもやっぱドガはやっぱりね、あのー、フェティッシュ、フェシズムの、あの、やっぱバレリーナを描いてる作品が、やっぱり筆が載ってますよね。まあ、うまいですけどね、まあ、ものすごいうまい人だったんだなと。これ、マネですね。の自画像ね。あのね、このマネの自画像ね、この、ね、足がすっきりね、ズボンがシュッシュッシュッとこうね、黒でね、こう、なんていうのあの、同じ線、ストレートに描いて、同じ、まあ、平行。 平行線ハッチングみたいな平行線で書いてるんだけどこれすごい僕好きなんだけどねこれもマネだねうんマネ僕好きなんですよねマネってあんまり評価させる人少ないですよねでもね特に僕なんとなくマネってアーティストからあんまり人気がないっていう印象があるんだよねなんでだろうなそれちょっと今度誰かに教えてください 誰かアーティストに人気がない理由が分かる人はコメントとかくれたら嬉しいなうんはいね次どんどんいくよん汗ン念ねだからまあさっきもちょっと触れましたけど、まあ、この字が残ってるってやつねこれロダンなんだねまた取ってますね僕ね 大好きだからね <laughs> 詳細うーんうまいな僕やっぱうまい人が好きなんですよねこういうねこれエジプトのあれだと思うけどねあのこういうのもあるんですよ古い作品もたくさんあって建物もなかなかいい、えー、これマイオールらしいですね あこれはね、なぜと、これなんかタッチパネルがすごくてこれタッチパネルですよ全部全面タッチパネルなの相当巨大ですよこれ1つ2メートルあでも2メートルある2メートル近くあるんじゃないかな多分でこの作品をこうここで見れるっていう作品ねあ佐伯裕三がある佐、ね、伯裕三もありましたね佐伯裕三も好きな作家ですけどね僕ね フランスのこうなんていうの街中を描いたっていう作家ですよね。で,で我々の藤島武次ですけどね「あの天平の面影かで「天平なんで彼らは天平に戻ったか」っていうことはまあよく知られてるわけですけどやっぱ日本文化の最低限の時に天平に戻ったっていうことですよね。 で我々がどういうふうに天平に戻っていくかっていうことをですねもう一度あごめんなさい天平じゃなくて我々が歴史をですねこう戻る時にどこに戻るのかっていうのはやっぱりあのいろんな考えがあっていいと思うんですねで藤島なんかは天平に戻ったわけですけどじゃあ我々がどこにねその,あの定義をこう定義っていうかもう,、まあ、もう一度アイデンティティをを、ね、構築していく時にね戻っていくのかっていうのはどうしてもぶち当たる壁で あの、それはね、藤島なんかから学ぶっていうのは非常に重要なことだと思いますよね。西洋画でありながら天平を描くっていうね。あれこれ誰これセザンヌのあれか。素描みたいですね。ああ。これあんまりうまくねえな。これうまいの やっぱ僕と,つっとしてますよね、うん、こうやって見るとね。セザンヌの方が僕とつとしてるんだよね。まあ藤田嗣治ですねこれね。これ黒田正規。うま <laughs> うまり空権力持つわって感じですね。これなんかすっげえ伊佐金だと思うけどなー。 これ僕すっごい好きなんですよね。ブランク石のキス。あの石をこう削り出してね、石がくっついてるっていう、もともとくっついてるってことですよね。で、ぐるーんって手が回っててね。うん。もともとくっついてるんですよ。これね、二つね。これ青木しげるね。青木しげるっていろんなものが描ける人だったんだよね。 これも青木しですねこれなんか宗教的だよねそうパウル・クレイパウル・クレイいっぱいね、えー、新しく買ったみたいでパウル・クレイ店っていうのやってましたカンディンスキーもありますよこれあれですねあ名前忘れちゃったじゃん夜景の人 最近名前が出てこないんだよね。青木茂、ね。青木茂はもう青木茂。これミロのね、ちっちゃい作品なんですけど、多分これ変化する、あそれで変わる最中なんだと思うんで,ですよね。あの、ゅあの、抽象というか、あの、宇宙的なものに変わる最中なんだと思うんですよね。で、彫刻の兵ですね、これね。で、ジャコメッティ。 これもうこ,これ以上見てたらもう無限に続くなちょっとこれちょっと戻ってそう日本画なんかもあるんですねでこれいきましこれ見,見ときますかゴッホ見ときますかゴッホえゴッホこれまだねあのはあの若い時の作品ですよねやっぱこれ見るとドン・キホーテ思い出すよな <laughs> これ見るとドン・キホーテ、ドン・キホーテとゴッホってなんかこう一緒な感じがしますもんね。こうね、なんなん無に向かって槍をこう投げてるっていうかね。で、うん、ゴッホはね、いいですよね。うん、ゴッホ、僕ね、ゴッホって空間把握があの人と違った人なんだと思うんですよね。 あのね、だからねパースペ、パースがね、僕ね、逆になってるっていう言い方をしてるんだけど、これはね、ちょっとね、めっちゃ言いにくいんだけど、なんかね、絵の中、あの,ね、うあのね、平面の中にね、パースが埋もれていってんだよね、ギューッと。だからね、絵画をね、塗るっていう感じじゃなくてね、絵ペインティングっていう感じで絵画を彫るっていう感じはしてるん,すするんですよね、僕すごく。そういう作家だと僕は思ってるんですけどね。うん、これはちょっとね、まだね、あの、 感覚的でかうまく言えないけどね、あの、そういう作家だと思う。相当、あの、目が違った人だと思います。目が。だから、あの、ゴッホが好きな人はまあ、多いと思いますけど、あの、かなり得しないですよ。すごく得しないです。この時はまだね、埋もれ、埋もれ、埋もれ感は弱いですけどね。でね、僕ね、これ、これすごくて、これも青木しぎるのなんだけど、 でこれもまあ天平の時に戻ってますよね明らかに。であのー、これね写真に撮れないのよこの作品。これ僕うーずっとまあもちろん作品は知ってたんですけどねあのだけどこれね実物見てぶっ飛びましたねこの作品は。これね「ワタツみのいろこのみや」っていう、えー、とタイトルなんですけどねここ泡出てるでしょプクプクっと。 これ、水の中なんですよ水の中、ね、でこれ早そうなんだと思ってこう見てたわけですよ。なんかもうあの、服とかも置いてないしよく分かんないなとか思ってたんだけど、まあ、服踏んでるんだけどね、赤の赤い人の方は。なんだけど、これね、本物見たらすごいですよ。これね、真っ青なんですよ。全部青。青だけで描いてるって感じ。そこ、すっごいですよ。絶対写真撮れない。これ、実物で見てください、ぜひ。 ものすごい長細い作品なんですけどこんな構図でこれが描けるんだよね20代ですからねすごいねだからまあ1枚だけだけど青の時代があったって感じかなあからすげえここはあの写真撮れない おいでならしぎとかもあるけどね。まあこれがこの辺はまあ、これは青木の自画像ですね。これは西洋になってくるんだけどね。だんだんね。はい。まあ、大体こんなもんかな。ちょっと待ってくださいね。えー、っとね。これね。河野池さんでしょ。河野池さん、これがあってあそっか。そっか。そっか。女性あのね。印象派の女性画家たちっていう展示をやってて。今。 まあこれパッパッッと見,あの見せますね新しい収蔵作品だと思います。で、えー、っと当然ですけど女性作家もですね、えー、たくさんいたわけですよ印象派の中にはね。えー、そういう意味、まあ、ではあの全然何て言うかなそのでもまあ今から言えばマッチョだったんだろうけどその決して男性だけのグループグループでもないけどね印象派ってまあまあ印象派の、まあ、グループではなかったっていう感じね。 まあまあでもグループだな、ね、やっぱ印象派は、うんはい。こういう作家たくさんいたんですよっていうのをですねえー、っとですね細かく見ることができます。でえー、っと冊子もちゃんとですね、えー、作ってくれてて僕ももらってきましたけどねあのー、これは貴重ですよねすごい貴重な。 これはもうあの研究者としては推薦のものだと思いますよね。で、これがね、ベルトモリゾなんだけど、やっぱね、ベルトモリゾはいいんだよね。いいなぁと思いました。見慣れてるからかもしれないけどね。僕の好みとかかもしれないし、だけど。うん。あと、これいいですね。これね、エヴァ・ゴンザレスっていう人なんですけど、エヴァ・ゴンザレスさんはですね、パリ生まれですね。で、えー、っと、 お金持ちの家だったみたみいですね,この人ねでマネの、えー、とモデルとなってですねマネの唯一の弟子だったと弟子弟子っていうのがどういうことなのかちょっとここには書いてないんだけどまああのマネのモデルにもなってるよくなってる人らしいですはいでまあ印象過程には出してないですねマネ,とマネと同じですねあのマネはちょっと上の世代ですからということですね ただこれあのえっと子供を産んだ時に息子を産んだ時にですね34歳で息子を産んだ時にえっと亡くなってしまったという作家らしいです。なので34歳で歳亡くなってるんですねなんですけどこれはあのマネを継いでるところよりもセザンヌを継いでるところの方が多いような気がするけどあのすっげえいい作家ですよね。 これはいい作品ですよね。えっとですね、なんという作品か。眠りという作品で、スリープという作品ですね、うん。フランス語は書いてないですけどね。えー、っとですね。まあ、マネを思わせるって書いて、まあまあ、確かにね、マネっぽいところもありますけどね。うーん うんまあまあまあ、まあ、ちょっとこう、まあ、作品の説明は読んだけどまあこれはあのー、発見でしたねえっ、ー、とエヴァ・ゴンザレスさんでしたねはいねこれはマリー・ブラックも、はい、あこれまたマネーに戻ってきたのでこれくらいにしときましょうか、はい、でクレー展やってたんですねでクレーがですねクレーもですね結構あのちっちゃいんですけどね作品としてはあのー いろんな作品が見れますよね。ただね、僕ね、クレーね、むずクレーね、ごめんね。僕ね、あんま喋れない。クレーむずい。クレーってなんかすっごい難しい、僕、僕にとって、サッカーです。ね、青岸でとか、なんか、まあ、その歴史的なことはわかるけど、あのー、何なんだろうね、この人がやろうとしたことは。 うんまだ僕ちょっと何も言えないんだよねただねこうあのこういうふうにね追ってみることができるあこれねすごい初期の作品のはずあれあこれぼやけてんなあこれぼやけてあれこれぼやけちゃったなでこういう作品書いてたんですねでももうこの頃からやっぱり出てますよねあのー 幾何学ではないよね、でもあれ。幾何学的っちゃ幾何学的だけど、色をこう塗り分けていくようなね、作品だけど。まあ出てますよね、この時からね。結構厚塗りなんです、この作品はね。まあそうですね。まあとにかくですね、はい。で、まあこれで終わりなんですけどね。えー、っと、とにかく、えー、ブリヂストン美術館に、あの、みんなで行こうっていうことです。僕が言いたいことは。ね。これで行きましょう。ただそれだけです。はい。 あのとにかくすごいですあの一番すごいですから。で日本の美術近代美術も見れるし海外のものも見れるしそれをあの一直線に見ることができるのであのすごく我々にとってはあの重我々にとっての重要性っていうのは非常に高いと思うしあの同時にその近代美術の質からいっても一番いいものを僕は持っていると思うので言ってください。 そして何よりも大学生までただ。これはすごい。本当にすごい。うん。なので、まあ、それがでもね、普通だと思いますよ。そうあるべきだと思うので、ぜひ、あのー、大学生っていうかね、学生の人もですね、通ってください。で、何度も通うのがいいと思います。あの、一点、無料なんだから、あの、もう一点、一点決めでいけばいいと思いますよ。 一つの作品を見るために行くっていうふうにすればいいんじゃないかなと思ってる。あの、それだけの価値がある美術館だと思うので、ぜひ行ってください。はい。やっぱりね、生きるとか死ぬっていうことについてね、考えなきゃいけないですよ。アートっていうものは。